酔いの明星の軌道作品279は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲した、ウィンナワルツ、金星の軌道とも、作曲者の生前最後に初演された作品であり、ヨーゼフ・シュトラウス最後の傑作などと呼ばれることもある。ウィーンの芸術家協会、ヘスペルスに検定された作品である。酔いの明星の軌道という曲名は、文字通りに天体としての酔いの明星の軌道と、芸術家協会。 ヘスペルスのこれまでの歩みという二つの意味を有している。会場したばかりのウィーン・ダクユー協会黄金ホールで開かれるヘスペルス主催の舞踏会において1870年1月に初演される予定だったが火事の影響により3ヶ月ほど延期され4月4日に初演された。人々はこのワルツを聞いて次のように印象を述べたという当時のウィーンの新聞である モルゲンポストは、1870年4月6日の記事で、次のように表した。ジョゼフ・シュトラウスデディケーテッド、ワン・オブ・ヒズ・モースト・スター・リング・コンポジションズ・ツー・ザ・ホリデー、ボール、エンタイトルド・ヘスパース・バナン、ヨーゼフ・シュトラウスは、酔いの明星の軌道を、と題した彼の最も素晴らしい、作品の一つを、 休日の舞踏会に捧げた4月4日の初演から3、かヶ月後の1870年7月22日、ヨーゼフは42歳で休止した。このワルツの作品番号は、最後から数えて5番目であるが、初演日が延期された影響で、ヨーゼフの生前に初演された最後の作品となった。こうした経緯もあって、このワルツは、ヨーゼフ・シュトラウス最後の傑作などと呼ばれることもある。 ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は次の一回のみである。楽譜は一時的に使用不能です。おまおもしくも美しい導入部に始まる。ウェルザー・アメストはこの部分について、シューベルトを思わせるような繊細さがあると評しており、増田義雄も導入部は、シューベルトの公共学を思わせると評している。多くの人々がまるで、シューベルトのようだと認める。この導入部に続いて、 品の良い優美な第一ワルツが現れる。楽譜は一時的に使用不能です。第一ワルツの後、やがてロマンティックな第二ワルツが展開される。楽譜は一時的に使用不能です。さらに、第三ワルツ、第四ワルツ、第五ワルツと続いた後、最後に第一ワルツの主題に戻り、コーダで力強くも優雅に締めくくられる。全体を通して、 極めて芸術的な完成度の高い作品である。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のクレメンス・ヘルスベルク楽団長は、このジャンルの最高傑作の一つと表現しており、2013年までニューイヤーコンサートへの登場がなかったのを意外なことだと語っている。マスダも彼の他のワルツに勝るとも劣らぬ、美しい、このワルツが、 現代のコンサートで演奏されないのは不思議であると表している。AB マスダ P157、ハット ABC マスダ P158。ありがとうございます。